武田良介君日本共産党の武田良介です今回の7月の豪雨災害で、えー、亡くなられた皆さんに、えー、心から哀悼の意を表したいと思いますし被災されたすべての皆さんにお見舞いを申し上げたいというふうに思います今回の豪雨はあの九州でもお大変な被害が出ておりますが全国的に、えー、大変な被害が発生をしてしまいました、えー、私もですね 岐阜県の方に伺って、えー、甚大な被害の現状を見てまいりました、岐阜県の八尾津、それから白川町、それから下呂市などですね、こういったところで調査をしてまいりました、例えば下呂市は、平成の合併の際にですね、4町1市が1つになったという自治体だということでありまして、市の面積が851キロ平方メートル。 で、そのうち約9割を森林が占めているという、そういう広大な自治体という風になっております。で、こういう下呂市でですね。豪雨災害が発生をしてしまいました。え、下呂市では今えー。住家被害の一次判定が始まっております。 でこの全壊と判定されている被害家屋もあればです、ね、半壊だとか、一部損壊というふうに、えー、判定されている被害家屋もあるわけであります。で、この半壊、一部損壊というふうになったところでは、えー、本当に、えー、住宅再建の十分な支援が受けられるんだろうかということで、不安の声もあるということなんです。まず初めに内閣府にあの確認をしたいというふうに思いますけれども、住宅再建にはどんな支援があるのか、簡潔にご説明いただけますでしょうか。 内閣府青柳政策統括官、お答えいたします、えー。被災した住宅をあの再建するための支援制度とした災害救助法のお住宅の救急修理制度が、えー、ございますし、まあ必ずしもあの住宅を再建するための制度でございませんけれども、えー、被災者生活再建支援制度ということで、あのまあ最大あの全回であると三百万円の支援金を支給するというものがございます。まあその他あの応急仮設住宅の供与ですとか、えー、住宅金融支援機構の 復興住宅融資、災害公営住宅の整備などといったものが支援制度として考えられるのではないかと思います武田亮介君え災害救助法、あるいはその被災者生活再建支援法に基づく制度、まあ、こういったものの支援があるわけですが、これ、半壊ではなくて大規模半壊だとか、全壊だというふうに判定された場合には、被害がもう少しこう上がっていくわけであります。これ一時判定に納得がいいかないと いう被災者の方がいらした場合は、ですねこれ、確認ですけれども、二次判定に進むその納得がいく判定をしてくださいということで申し出ることができる、確認だけお願いしたいと思います青柳政策統括官。お答えいたしますり災証明書の,あの早期交付のために、第一次調査ということであの、浸水地震等の外観により、簡易に判定を行う、まあ、これは早く交付するためのものでございますんで。 被災者からの申請があれば、第二次調査、あるいはの再調査を実施して、家屋内へ立ち入って、詳細な調査を行うことで、被害の実情に応じたより正確な判定を行うということは、可能でございます武田良介君。はいあの、えー、つまりその 被災地に行くとです、ね、あの浸水がどのくらいの高さまで来たから、私はああきっと半壊だろうとか、そこまではそれ以上はいかないだろうとかですね、やっぱりそういう言葉がこがよく聞こえてくるわけですけれども、今、答弁にありましたように、あくまでその浸水何メートルではこのぐらいの被害認定というのは、あくまでその迅速に一時判定をするための基準であって、それが最終的な基準ではないということでよろしいでしょうか。もう一度確認します青柳政策統括官 ご指摘のとおりでございまして、まあ、それこの運用については、今回の,あの豪雨の際にも、留意事項としてまあ通知もいたしておりますし、また、内閣職員を発生後に派遣もして、被災自治体の担当職員に対しても説明会を行うなどのまあ周知に努めているところでございます竹田良介君。 あのぜひあの被災者の皆さんにもです、ね、諦めていただきたくないというふうに思いますし、あの大事なことはです、ね、その住まいとしての機能が喪失されてしまっているのかどうかということだというふうに思いますので、そうした視点でぜひ、えー、しっかりと判定をしていただきたいというふうに思います。あの次に被災者生活再建支援法 この適用についてあの質問をさせていただきたいと思いますが、そもそもこの法律に基づく制度ですね、これが適用されるかどうかということが非常に大問題になっていると思います。あの今回の7月豪雨の被災者生活再建支援制度の適用状況、私も事前にあのお聞きいたしましたけれども、これ、熊本県は100以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生しているということで、 これれ適用されているそれから福岡県の大牟田市は人口が10万人以上、30人未満という自治体ということで、滅出100世帯以上ということで、これ、適用されているというふうに承知をしておりますけれども、しかし、その被害はですね熊本県と大牟田市だけではなくて、他にもこう広がっているわけでありますけれども、今後の適用の見通しというふうな点ではどのようになっているでしょうか。 青柳政策統括官ご指摘のとおり、あの現在ですね、えー、熊本県がまあ県内全域の適用、またあの福岡県の大牟田市ということでございますけれども、これはあの自治体のほ、えー、あで、被害家屋の調査を進めて、えー、前回等の,あの状況があの判明次第あの。 追加していくということになろうかと思いますので、まあ、今後もまだあの他の,あの自治体でもです、ね、支援法の適用を行っていくあの、えーまあ、県はあの出てくるものと考えております武田良介君、はいあの。適用の判断そのものはです、ねあの、国ではなくて県がこう判断していくものであろうというふうに私も承知をしておりますが。 今の答弁もあの、これから被害認定が確定していって、ですね徐々に明らかになってくるとあの、その趣旨は理解をしております、でその上で、すでに明らかになっております、あのゲロ市の被害,認定被害状況ですね、私、見てまいりますと、えー、国の基準からすると、ゲロ市はもうすでに、えー、災害被災者生活再建支援法の,この適用の条件に、これ、 当てはまってくるんじゃないかなというふうに見えたんですがこの点はどうでしょうか。青柳政策統括官、はい えー、基準でい、えー、きますとです、ね、施工令の規定によりますと、あの人口5万人未満の,あの下呂市の場合には、あの住宅の全壊2世帯以上で、えー、日差し支援法が適用されるということになりますけれども、まあ、この、えー、判断をまだあの正確にあの県のほ、えー、まで、あ、断定を、まあ、ある意味、していないという状況なんだろうと思われます武田良介君。はい、あのー しっかりとあの調査がされてです、ねえー、適用されれば、あの被災者の皆さんに対しとってはです、ね、あのその分、支援が出るわけですからあの、県の判断ということでありますけれども、あのその条件をしっかりとです、ね、あの下呂市の方にも、あ下呂市とも共有してです、ねあの、取り組んでいただければというふうに思いますで、これ、九州はじめです、ね、岐阜県など、全国で広く被害は発生して、 いるわけでありますがこの対象となるためにはその先ほど来話があるような人口に合わせてですね全海世帯が何個あるかだとかこういう基準が求められているわけでありますで、私が視察しました岐阜県ですけれども岐阜県下だけ見てもですね例えば高山市などは半壊が6で床上浸水15と、まあ、こういう被害はあるわけですねで同じ災害で被災しているわけですけれども しかし、一方では支援が受けられて、一方では支援が受けられないということでは、これ、被災者の皆さん、なかなか納得いかないという思い抱かれるのは、私、当然だというふうに思いますし、被災者の皆さんにとってみれば、どんな被害であっても同じ被害ですから、同じ災害によって受けた被害ですから、やっぱりこの前回10個以上の市町村だとかですね、前回100個以上の都道府県、こういう、 条件をです、ね、緩和していくべきではないだろうかと、あの被災者の皆さんの間にです、ね、こう線引きするようなことになってしまいますので、これは緩和していくべきじゃないかなというふうに思いますけれども、大臣、この点、いかがでしょうか竹田国務大臣あの。そもそもこの支援制度についてはあの、被災市町村や県の力だけでは対応が難しいとされたときに、各都道府県の相互扶助と、の国とが支援を行うというものでありまして、まあ、今、ご指摘の 1> 1市町村で全会10世帯以上なんていう一つのルールがあるわけですけれどもあの、支援法の適用となる災害で、適用基準を満たさない市町村については、支援法による支援金は支給はされませんが、都道府県が条例で全会等の世帯に対し、支援法と同様の支援を行えば、支給額の2分の1を特別交付税で措置することとしており、 すすででにのの都府県でその制度が導入されておりますこれらの都府県では適用基準を満たしていなくても、独自支援制度による支援金が支給されているところであり、当該制度を導入していない道府県に対しても、引き続き制度の導入を促すなど、被災者に寄り添った災害対応に努めてまいりたいと思っております武田良介君。 あの私はあの各県がやってるっていうだけにとどまってはやっぱりならないんじゃない,ないだろうかというふうに思うんです、国による支援をですねもっとこう行き届かせることによって、それぞれの自治体はさらに、えー、手厚い支援を行うことができるようになっていくと、やっぱりこういう関係になっているというふうに思いますので、さらに被災住民の皆さんに寄り添った支援を、ですねあのそういう条件の緩和をぜひ、えー、求めておきたいというふうに思っております。<laughs> あの 先ほどや話出ておりますが、7月17日、事務連絡あの、今回の7月豪雨にかかる応急仮設住宅についてあの、この中で応急修理期間中に、応急仮設住宅を使用することを可能としたと、あのこの通知が出さあ、事務連絡が出されておりますで。これまで繰り返し求めてきた問題ですので、これ、ついに私も認められたということで、あの大変この点あの、歓迎をしたいというふうに思っております。 でこれは先ほども少しありましたけれども、原則6ヶ月ということになっているわけですけれども、6ヶ月を過ぎた時点で、住まいの確保がまだ困難な場合、その後、住まいの確保については、内閣府はどのように考えておられるんでしょうか。青柳政策統括官。お、えー、お答えいいいたたししまます。す後の6ヶ月とううふうにてりのの…おますのはあのまあ、近年のお まあ主な災害においてあの、破災後6か月年、おおむね6割程度の被災者が、応急修理をあの完了している、まあ、実態も踏まえたものでございますけれども、やはりあの、もともといつまでもあの、 えー、仮設住宅にいて、ついの住みかにあの移れないというよりは、やはり早期に住まいの再建を図るという観点から、あの一定期間あの、置いているというものでございます。ただあの、6か月を経過した場合でございますけれども、まあ、やはりあの、えー、被災者の,あの個別の事情、お住まいのか再建にかかるあの意向も踏まえて、まあ、対応を判断することとなろうかと思います武田良介君。 個別の事情や意向を踏まえるということなんですけれども、その事務連絡の趣旨からすれば、応急修理の間、住むところがない被災者の方に対して、安心して住む場所を提供するということだと思うんですね、その趣旨からすれば、応急修理が間に合わない場合について、当然、その継続して使用することもできますできるんじゃないでしょうか。 青柳政策統括官あのただいま申し上げましたとおり、個別事情、また状況を踏まえて判断するということですから、一律に6ヶ月過ぎても、まだ修理が終わってないから、入れるよということになるかどうかっていうのは、それぞれの事情によろうかと思います。 武田亮介君あの個別の事情を踏まえてということですけれども、住まいの確保ができていない状況で,です、ね、追い出すなんていうことは、決してこれ、あってはならないのは当然のことでありますので、えー、継続して、えー、入居されるということができるようにです、ねあの、強くあの求めておきたいというふうに思います下呂、えー、市ですけれども、全国にも有名な下呂温泉があるわけであります。 で年間約100万人が訪れる温泉地というふうに聞いております大小70のホテルや旅館が立ち並んで、えー、おります私も現地視察の際にですねあの山内市長とお会いをいたしまして観光への支援も訴えられましたで下路市もですねあの他の温泉地などと同じだと思いますけれどもコロナの自粛派遣営業再開したところだったわけでありますあの先日の7月の4連休 この時にも宿泊の予約が入り始めていたとしかし今回の災害を受けて約3000件のキャンセルが出てしまったということを伺ってまいりました今、えー、Go to Travel これも始まっているわけですけれども観光地の実情ってのはやっぱり各地で違うと思うんですあの直接旅館などが被害を受けているところもあれば 下の温泉のように、直接ほとんど被害を受けてないところもあるわけなんですねで、そういう違いがあるんですから、支援が変わってくる、それぞれに合わせた支援をするというのは、これ、当然のことだろうというふうに思っております。この GoTo トラベルというのは、これ、1.3兆円の予算があるというふうになっているわけですが、それぞれの被災,地被災地に対して別の支援をやっていくことということを考えれば、この GoTo トラベル、中止をしてです、ね、災害対策も含めた観光支援を抜本的に見直す。 こういう必要があるんじゃないかというふうに思いますけれども観光庁いかがでしょうか観光庁井原市審議官被災された観光業への支援についてお尋ねがありました今般の令和2年7月豪雨によりまして7月27日現在でございますが九州地方及び中部地方で100を超える宿泊施設が被災をしたほか 多くの施設が臨時休業の状態となるなど、甚大な影響が発生していると承知をしております。国土交通省といたしましては、九州運輸局、中部運輸局、そして北陸信越運輸局に、今般の豪雨で被災をされた被災宿泊事業者向けの特別の相談窓口を設置するとともに、例えば九州運輸局でございますけれども、運輸局の観光担当の幹部が、 実際に被災地に赴きまして、被災された事業者の方からお話を伺ってニーズを汲み取ると、そういった形で被災事業者に寄り添った支援をこれまでも行ってきたところでございます。被災地の復旧・復興につきましては、政府全体で被災者の生活となりわいの再建に向けた対策パッケージを取りまとめることとなっております。このうち観光分野につきましては、 赤羽国土交通大臣の指示も踏まえ、関係省庁等と連携しつつ、個別の施設復旧から、地域全体の魅力向上までを含めた幅広い支援策を現在、検討しているところでございます。また、ご指摘がありました下呂温泉等におきます一種の風評被害対策でございますけれども、例えば下呂温泉につきましては、宿泊施設の営業状況や、 ゲラオ温泉へ向けての交通アクセス等の状況につきまして観光庁のホームページにおいて既に情報発信をしておりますこうした風評被害を防止するための観光庁のホームページや SNS 等の活用によります正確な情報発信などの諸施策についても先ほどご紹介いたしました対策パッケージに盛り込むべく調整を進めているところでございます 加えまして、復興を後押しすべく、被災地の復旧状況等を踏まえつつ、観光需要を強力に喚起する方策についても検討しているところでございます。国土交通省といたしましては、引き続き、被災された方々に寄り添って、そのご要望を丁寧に伺いながら、関係省庁等とも連携し、被災地の支援に全力で取り組んでまいります。以上でございます 武田亮介君あの相談窓口の設置だとか、現地に行っての聞き取り、あるいはその魅力をどう輝かせるか、パッケージの中でですね、風評被害対策等々で周知をしていくだとかですね、こういったところまでだと、これまでの延長線というような感じがどうしてもしてなりません。今回はもうう皆さん言われているように コロナがあって、コロナ禍での豪雨災害ということも重なっていることも含めて、ですねこれまでの延長線にはとどまらない、抜本的な支援強化が必要だということを、えー、私から求めておきたいというふうに思います。あのその 下呂市長ともお会いしたときにです、ね、観光の関係で言われたあのところに、一つ、国道41号線の問題がありました、JR の高山線、それから国道41号線、高山市と下呂市をつなぐ非常に重要な道路、鉄道だと、鉄道はすでにあの再開しているということで承知をしておりますが、41号線の再開の見通しについて、ご説明いいいたただきたいと思います国土交通省池田道路局長。 お答えいたします今回の豪雨で、下呂市与坂町門坂において、飛騨川の増水で道路のり面が約500メートル崩壊しておりまして、今、その箇所を含めて、前後約1キロの区間で通行止めが続いております。現在、24時間態勢で応急復旧を進めておりまして、8月31日を目途に、1車線の片側通行の交通開放を目指して取り組んでいるところでございます武田良介君。 あの当初は3ヶ月、4ヶ月かかるんじゃないかということもお聞きしておりましたけれども、これが8月の末ということになりますと、非常にこうスピード感があったのかなというふうに思います。あのもう一点ですね、バックウォーターの現象が起こったということが、現地でも非常にあの被災住民の方が心配をされておりました、日田川と白川の合流点などでこれが起こった。 これバックウォーターというのは、一般にこうどういうことが要因として起こるのか、あるいはこの日田川と白川の合流点の場合、どんな要因が考えられるのか、国交省、この点はいかがでしょうか国土交通省、五道水管理国土保全局長,全局長一般的にあの、えー、バックウォーター現象でございますけれども、本線の水位が上昇することで、視線の水が本線に流れにくくなって、滞留することによって、 支線の推移が上がっていって一定以上に上がると溢れてるというようなことでございます今回の平川と白川の合流点についての要因について今河川管理者である岐阜県において詳細な調査検証しているところであるというふうに承知しております武田良介君はいあの 県がですねしっかり調査、分析をする、もちろんそういうことだというふうに思いますけれども、現地の方たちから聞くと、やっぱりその過小が高くなってたんじゃないかという声が、ですね複数あの聞かれるんですね、しっかりとあの調査をしていただき、またその今後の河川整備ですね、あのしっかりと対策をしていただきたい、あの今日時間がなくて、駆け足でいろんな分野、ちょっとお話しさせていただき、通告して、まだ質問できなかった分野もありますけれども、いずれにしてもこれまでの支援にとどまらないですね、被災者の皆さんの心を折れさせない、そういう支援を求めて、私の質問を終わり たいいと思ます本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。